はいどうもこんにちは。はるチャンネルです。今回ですけども、まあちょっとね、2週間以上前にはなってしまうんですけど、えっと、羽田空港でね、まあ、正月の次の日か、にまあ、えっ、ー、と、海上保安庁の航空機と、えー、飛行機がぶつかって、まあ、燃え上がる。で、まあ乗ってた、 ちっちゃい方に乗ってた5人が死亡と、まあいう感じのね、事件が、事故は起きました。で、まあこれに関してはもうね、いろいろニュースとかで擦られていたりして、まあそこに詳しく掘る気はないです。で、まあ、事故も正直しょうがないと思います。やるなって言われても起きるも起きるし、ね、現にジェットコースターとかなので,で、最近も止まったりしてね、 この、こういう話ってもうほんと昔から言われてるんですよね。僕が生まれた時もなんか、止まるやないやでジェットコースターの事故とかも結構多発してたし、で今、このね、2023年4年でも起きてしまうっていう状態なんで、事故ってもうどの時代、どういう警備、どういう環境、どういう天気、どういう。 人間が見てても、絶対起きる、まあ起きる、起きます。ただ、まあ限りなくゼロに近くした方がいいよねっていうのは、まあ間違いはないです。で、まあこの事故に関しては、まあしょうしょうがないと思います。ただ、僕はそこに触れたいんじゃなくて、えっと、えー、脱出全員脱出っていう、まあテーマで上がってるんですけども、え、これね、えっ、ー、と、まあキャビンアテンダントかなんかが乗ってて、一緒にね、 が、まあ、単独行動で、えっ、ー、と、非常口から、あの、人を降ろしてたっていう、結果が、えー、こうそうして、えー、全員脱出。まあ、その乗ってた方には死亡者なし、怪我人なしと、まあ、いう状態が作れたんですけど、これって、もし、この判断が誤ってて、失敗の方、まあ、ないと思うけど、炎の方に、客を、もう、バーッと、こう、降ろしてて、 それで燃えて、まあ何人か死ぬという事件になったら、このキャビアアテンダントは、まあ本人の心もそうだし、まあ会社からもそうだし、ええー、まあ世間の叩かれ方とか見られ方もそうだし、もうとんでもないことになってるんですよ。単独行動でキャビアテンダントが誘導した結果5人死亡っていうニュースだったとしたら、これはもう大事なんですよね。 で、ただまあ今回はたまたま構想して、えー、全員脱出の方向に向けれたと、いうことになってるんですけど、で、これね、僕はその行動は間違ってはないと思います。で、えっと、なんていうかな、そのマニュアルになかったことをして成功したときと、マニュアルになかったことをして失敗したときっていう、扱い、結果論とい視点の扱いの差が、 まあ世の中ひどすぎるっていう、まあそこに訴えたいんですよね、僕はこの事件を通して。まあ何でもそうじゃないですか。別にこの飛行機の事件じゃなくて、まあ会社で単独行動っていうか、まあ自己判断でしたことが、いい方に転んだと。そしたら多分、よしよ、よくやったよくやったって、まあ褒められると思うんですよね。でも逆にその行動が、まあそれこそ事故とか、えー、ミスとかに繋がると、多分相当言われると思うんですよね。 ただこれって結果を見たいみんな言ってるんだよねっていう話でこれを自分でこう決めてやったっていう行動に対しては誰も評価しないんだなっていうまあちょっとねまあ結果としてはまあある種最低限を免れた良い方向には行きましたけどもまあこういう風にねまあマニュアルを無視度返ししてやっていくっていう行動を そこを行動したっていうことをもっともっと評価していかないといけないなって日本は特にね思いました。まあ、うん、なんていうかな、その、まあ多分この人はこの人で多分もしかしたら怒られてんかな、後から。勝手なことするなと。マニュアルに従えって言われてるんかもしれないですけど、まあ僕はそこに関しては、いや、素晴らしいなと思いますね。 仮にこれで何人か、まあ、命がなくなってたとしてもそうやって自ら動いて何とかしようってこの状況打破しよう助けたいっていう気持ちから始まった行動なんだったら僕はまあ賞賛すべきもっと称賛されるべきじゃないかなっていうふうに今回このニュースを得てねまあ視点を変えて思いましたでましてやそのね降ろしてる人はねえ どんだけ火が近づいてきても多分最後に降りたと思うんですよね。わかんないですけど、そこまで詳しくないから。だからそういう覚悟を持った上でやってるっていう、この行動力っていうのをやっぱりみんなも日常生活から身につけてほしいなっていうふうな、まあそういうメッセージに変わりますね、僕は。このニュースを捉えて。で、あと、あ、じゃあもう飛行機の旅行とか怖くなったとか言うよしとよく言うんですけど、僕は逆だと思うんですよね。 不祥事、事故があったからこそ気をつけていくと思うんですね。こういう。まあ、羽田空港とか特に。だから安全だっていう。まあ、そういう考えをね、まあ、切り替えるっていう能力をね、どん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 皆さんはつけてもらって、まあ、生きやすい。自らを首締めないようにね。まあ、みんなを助け合って、それで自らがちょっとピンチになった時にも助けてもらえるような、そんなね、人になってほしいなと思います。 じゃあ今回はね、このニュースを機に伝えたいメッセージということで、まあこういうことになりました。また次も期待しちゃってください。ありがとうございました。